まあ、試合前から言ってしまうのはあれですけど、今年2回タッグで2回負けてますからね。あ、3度目はなんとか正直になってます、はい、でもそれを考えるとですね、青コーナーサイドも角田と金彦はかつてあのインターナショナルプリンセス王座をめぐって結構ね、結構絶戦を繰り広げてましたよ ね、 バチバチよね、はい、この4人はそれぞれインターナショナルプリンセスをめぐってこういろんなところに矢印が向かっている。で、野間光と角田直はフリー Wi-Fi で、はい、そうなんですよ。で、伊藤真希と神福は親友同士、この2人仲いいんですよね、親友なんですよね、はい、だそれを分けてこう組ませたっていうところがちょっとね、どうなんでしょう。あ、できない、やっぱ友達だから。友達のこと殴るなんてできない。あ、ミキの大事な大事なすごい貴重なお友達なの。貴重なお友達なんですよ。友達あ、ねえ携帯取って。お母さんが伊藤ちゃん元気かなって言ってた。だからセルフィー撮ってお母さんに一旦写真寄ってない？そうだね。うん、分かった。じゃあ行くよ。ちょっとだけ、ちょっとだけね。今試合中。チーズ。イエーイ、ダブルピースチョーンでした。今決め顔してましたからね。してましたよ。ガラ空きでした。あ、泣いた。それは泣きますよ。裏切られたんですからね。これ木曽さんはどうするんですかね。見てるだけです。これが親友同士の。なるほど。あれですね。まあ親友同士とはいえですね。お前のそのぶざまな。やだ。姿を。やだ。写真は放送で。このお母さん。よし。このぶざまな写真を SNS にアップしてやる。おお、全世界に拡散されますね。皆さん喜んでますね。おお。ふざけんなよ。いや、スマホが壊れなくてよかったです。危なかったですよ、あれな。